はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、東京ビッグサイトなんですけども、今日はね、2019年、東京モーターショーということで、来ております。フィットがね、今日、発表ということで、今から見に行ってみようと思います。すごい、こんなね、モーターショーニュース、こういうのもね、ありますね。まずはね、ホンダブース行ってみようと思います。すごい、ホンダブース入ってきました。報道陣多いですね。東京モーターショーのね、ホンダブースということで、ちょっとね、全体をね、見てみようと思います。いや、横がね、こっち鈴木ブースで、ホンダブースね、結構広く撮られてます。こんな感じでやっぱ報道陣がね、今日はね、多いですね。どうも、受付のお姉さま、どうもこんにちはこんにちは。すごい、やっぱ本田さんはね、いいですね。やっぱりやっぱり愛嬌があっていいですよね。ということで、今日はね、フィット4が、発表ということで来たんですけども、いろいろね、置いてますね。 Nboxカスタムですね。まあ、この辺ね、まあ、売れ筋の K ということで、まあ、フィットより売れてるんですかね、今ね、K はね。やっぱりホンダの中で稼ぎ頭といった感じの車になります。こちらカスタムで、こちらが N 版ですね。 N 版ね、地味にね、結構人気ですよね。商用車で使われる方も多いんですけども、こうやってね、個人で買ってアウトドアとかね、楽しみながら改造しながら乗ってるという方も多いですね。で、こちら、CT110 ということで 110cc かな。今回のね、これの新しい版がなんとこちらなんですね。 CT125 ということで、クロスカブですよね、これが新しく販売されているということで、ほら CT125、 いや、なかなかかっこいいですよね。エアクリーナーがこの上にね、空気をここから吸い込むということで、水がね、溜まっても大丈夫ということですね。水辺もこれで走っていけるというものらしいです。ほら、マフラーもね、上に上がってるっしょ。いや、これかっこええわ。ホンダジェットブースですね。ホンダジェット、ホンダはね、なんと飛行機も作ってるということで、これです、ホンダジェット、小型ジェット機ですね。いや、いつか乗ってみたい。こちらね、蓄電機ですよね。リベイド E500 なんですけど、今回ね、新しく出たのがこのリベイド。これね、音楽がすごいいいんですよね。音がいいっていうことで、ものすごいね、今回これ販売してるのかな、値段がものすごい高かったと思います。ホンダアコードということで、新しいモデルが出ましたね。もうね、アメリカの方では2年前に発表ということなんですが、2020年ね、1月に日本でも販売ということですね。で、こちら NSX ね。いや、いかついわ、スーパースポーツカー。で、続きまして、これね、フリードのクロスターに、これフリードの、マイナーチェンジね。でいう感じで、まあ、バイクもね、結構あるんですけど、やっぱね、今回の目玉っていうのが、フィット4ですよね。世の中の人々の役に立ちたいという思いで、二輪、四輪、パワープロダクツ、ジェットといった幅広い商品を通じて、移動と暮らしに新たな提案をすることに取り組み続けています。はい、今ね、これも壇上予約ということで、取材陣はね、予約取ってからしかこの壇上に上がれないということですね。これが、ホンダ E ですね。こちら2020年にね、発売なんですね。いや、これ欲しいわ。ドアミラーがね、もうね、あれ
なんかカメラになっちゃってますよね。でこれね、フィット4、今回ね IMMD ということで、あの小さなボディにね IMMD を詰め込んだということで、まあ乗り味もねすごい良さそうですよね。もう取材陣がいっぱいなんでこんな感じで撮っていきます。クロスターモデルっていうのとクロスター、今回、リュクスモデルっていうのと、ネスなんていうものこれっていうのがあります。あ、これなんかデザインがえらいこんな感じなんですね。ベーシックだけかね。で、これがベーシックモデルということで、これはね、まあ、1リッターモデルになるんですかね。まあ、フィットということでこの辺価格を落としたモデルになりますね。1リッターターボということで、あのダウンサイジングターボなんですが、その辺乗り味の方いかがでしょうか。後ろもかっこいいよ。でこちら、CB ですねCB ファンには、こちらもうよだれものということで、いやもう歴代の CB がね、置いてあるということで見に行きましょう。これね昔よボーヤンがこれ乗ってましたよねあ、これ1100ね、CB1100 ね、通りでね。いやー、やっぱホンダって言えば、バイクもなかなかですよね。私、1974年生まれなんですけど、それと、まあ、同じ年代に発売されたと。これ CB400 ね、この辺ね、なんかあの警察官が乗ってないですか。すいません、嘘の情報だったらすいません。これすごいな。1300でこちら CB1000 ですね。いやでかいですね、太マッチョって感じ。この真ん中のやつすげえレア。1959年ね、まだ生まれてねえわ。でこちらホンダレーシングということで、歴代のね、スーパースポーツが並べていますね。1965年、こんなんで事故ったら終わりやな。いやフォーミュラーカーからね、いろいろありますね。まあちょっと私にあまりバイクの興味がないっていうんですけど、これめっちゃかっこいいな。これ CBR めっさかっこいいな。このかっこよさね、女子には伝わるかな。まあ、私のチャンネルね、女子が少ないんで大丈夫なんですけど、はい。というわけで、ざっとね回ってきました。東京モーターショー10月の24日から一般公開ということで、皆さんこのホンダブースね、ホンダブースぜひ来てくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで東京モーターショーホンダブース、ざっくり見てみたでした。じゃあね、バイシュー。